こんにちは、丸さんです、えー、いよいよ8月もですね20日を過ぎまして、えー、皆さんそろそろですね夏休みの宿題自由研究、えー、そういったものの締め切りが気になってきているんじゃないかなという思っております、まああの。早いところではもうすでに2学期が始まっているところもあると思うんですが、まあ、8月いっぱいまでね夏休みというところもたくさんありますので、えー、いよいよもうね 宿題だだよよ <laughs> 自由研究だよそれと何と,何,何,何と言ってもではないなあの一番こう大変な厄介なのがいわゆる読書感想文っていうのが多分あるんだよ。でねあの今本当に昔と違ってねこういう読書感想文の書き方っていう本が学年別にねいろいろ出てんの。えっ、ー、と例えばこれ読書感想文章学12年生。 3、4年生、それから5、6年生ね、これ、学年別、ちょっと大きい方もちゃんと、えー、1、2年生用とか、3、4年生用とか,とか、それから5、6年生用とか、こんなふうに出てます。で、まあ、こういうのをね、読むっていうのはも,もちろんいいんですが、えー、読書感想文の書き方、最近、あの発見しました。<laughs> この年になって発見したどうするなんだけど、えっ、ー、と読書感想文の書き方で一番いいのは読む前に書いちゃう。これあのおすすめの方法です。読書感想文をまあ、本を読んでから書こうと思うとどうしても読み終わるまであの書き始めることができないんですよ。 なのでその読書に時間がかかってしまうと最終的に感想文を書くのも時間がかかってしまう、まあ、感想文が仕上がるのも、ね、出来上がるのも時間がかかってしまうのでまず読む前にあの本を読む前に読書感想文を書いちゃうこれが一番いい方法だと思いますで読書感想文を書いてからゆっくり本を読むでも,もうあの締め切りっていうかその、えー、2学期が始まった時に先生に提出する読書感想はもう出来上がっているので、えー、ゆっくりとその後本を読めばいいわけです ね、<laughs> まあでも、ね、読んでもいない本の感想文なんか書けないよっていう人ももちろんいると思いますが、えー、実はそういう意味でこういう読書,感想読書感想文の書き方という本を見るとちょっと面白いんです。というのはその本を他の人はどう読んでどういう感想を書いたかなっていうのを最初に知っちゃうんです。あの まあ、よほどねこう推理小説が好きで最後のこうネタバレが嫌だっていう人は除きます、まあ、その人はね誰が犯人だとかどういうトリックだとかってことバレちゃうと面白くないので、まあ、そういう人は除くんですが、えーまあ、例えば日本文学であるとか、まあえー、児童書なんかでも、まあ、いわゆる名作と呼ばれているものはですねあらかじめいろんな人が読んでます読んでますで読んでそれぞれの感想を書いてます えとまあ、読書感想文っていうねこういう名前が付いてますけど大人にな世界でいうところの書評とか「ブックレビュー」なんて言い方をするんですが、えー、そういったものが実は出回っていますインターネットで検まずそういうのを読んじゃう、まあ、そまあ読んじゃうんだろうそういうのを見てであなるほどこういうことが書いてある本なのかなというのを自分の頭の中で空想をしでそれに基づいてあらかじめ読書感想文を書いてしまう。 でその後に書き終わっったら、まあ、ゆっくり本を読めばいいわけですそんなふうにして、えー、読書感想文ですね本を読んでから読書感想文を書こうといってやっぱり読み終わるまで書,け書き始めることができない結果として読書感想文が仕上がらずに二書きが始まってしまうということもありますのでそこはあらかじめ人の読書感想文ブックレビューあるいは書評を読んじゃってから、まあ、どういう本かなっていうのを想像して空想してですね <laughs> 空想して <laughs>。 でその空想の中で読書感想をあらかじめ書き終わってそれからゆっくり読むでどうしてもねなんか読んだ内容と書いた内容がちょっと食い違うところがあるなと思ったらそ,そことだけ書き直せばいいんです。というわけで、えー、締め切りが迫ってきた夏休み、えー、最後ですが読書感想文の書き方、えー、僕からのおすすめはまず読書感想文を書くそれから本を読むこれおすすめします。ぜひ試してみてみください 富士山山見るなら山中湖チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。